そしてあの、おさむさんも踊りつつ、あの、ししどさんが、あの、上がられてらっしゃるので、ししどさんもビットコイン会話かなと思いますけれども、あの、ししどさん、こんばんは。すみません、あの、お待たせしてしまいまして、あの、こんばんは、はじめまして。はじめまして。これ、あれですか、亀山会長とははじめましてっていう位置づけなんですかね。あ、そうですね。まあ、でも正確には、あの、ずいぶん前に、あの、例のあの バーで、はい、ちょっとお話はしたことはあるんですけど。あ、そうなんだ。あ、びっくりした。あの、またあの、その幼稚園の時にその相談乗ったことがあるみたいな。そこがまた来るのかなと思って、僕はドキドキ。ドキドキ。ドキドキ。そういうわけじゃないと。まだ、まあ、手短にあの、お話しますと、私2011年の7月4日に初めてビットコインのことをブログに書きまして、でそれからなんでもうガチのビットコイナーなんですよ。はいはいはい、はい、なので、まあ、業界古い方、まあ、あの加納さんとかあの、はいはい、財布の朝山さんとか、まあ、そういう方とかは、まあ、みんなお友達なんですね。それで、まあ、今に至るわけなんですけれども、うん、そのまあ、ちょっと話し始めるとすごい長くなっちゃうんで、皆さん、聞いてらっしゃる皆さんと亀山会長にちょっと興味深いかもしれないっていうこと、あの、うん、実際にあのビジネスで、まあ、結構面白いビジネスモデルをあの、まあ、僕いろいろ研究するのが好きなので、ちょっと簡単にご紹介したいと思うんですけど、はいはい、それ有料級な感じがしますけど大丈夫ですか。まあ、あのすごくあのビットコイン今までできなかったビジネスモデルなんで、はい、あのすごく参考になると思うんで、まあ、ブログとかでは書いたことあるんですけども。なるほど。で、じゃあ次、はい、一つはですね、あのアメリカ の、 あのプロ野球選手でマイナーリーグに行ってた2人組の選手がいまして、まあ、その人たち、まあ、ちょっとテックな人たち でその人たちが創業してる、ゲームの会社なんですけどね、うん、それはヘイストっていうんですけども、そのビジネスモデルはあのリーダーボードゲームって言って、あの昔 の、 あのピンボール、まあ、今でもあると思うんですけど、ピンボールとか、まあ、ゲームやるじゃないですか。そうすると、うん、ハイスコアを、自分がハイスコアを作ったら、あの最後に終わったら自分のニックネームとかをタイピングとかしてボードにこう名前が表示されるじゃないですか。うん、わかりますか。うん、なんとなく、あの自分がゲームして、で自分がそのトップ10になったら自分のニックネームやって、後続の人はその画面見て、ああこういう人が高得点上げたんだなって、そういう風な仕組みじゃないですか。あれを、あれ自体にはその高得点してもあの何のメリットもないですよね、うん、でそれを、ビットコインの、まあ、オンラインゲームで、まあ、例えば野球のゲームとかをやって自分がハイスコアを出したら、まあ、10円100円1000円って、まあ、3つくらいあるんですけど、はい、1回、まあ、そう、はい、プレイするのにかかるんですね。で自分がトップ10に入るとその自分の記録が抜かされるまで、後ろ後続の人が払った10円とか100円とか1000円のプレイ料金の、30% がずっと来るんです。マイクロペイメントの形で、だから1回に、まあ、僕も一応リーダーボードに入ってるのがあるんで、毎日 0.001 円とかがどん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 こう入ってくるんですね。うんうん、っていうことはその世界中でその、まあ、ゲームが面白いと思って、まあ、100円入れるとか10円入れるとかっていうあの形でみんながプレイするわけですけど、するわけで、もちろんゲーム自体が面白くなきゃいけないんですけども、ゲーム自体が面白くて自分がハイスコアを出せば自分のランキングが落ちるまでずっともらえるんです。うん、なんかジャックポットの圧縮系みたいな感じなんですかね。その、そうですね。ゲームはその、なんでもよくって。で、この会社は、その、アーケード、だからゲームセンターを作ってて、まあもちろん自社開発したゲームも何台か置いてるっていうか、まあゲームは作ってるんですけど、それはすでに、あの、サードパーティーに開放してて、
ゲームを作れる人はどんどん集まってきてねって言って、そこにまああのゲームを貸してもらって、で、まあ、ユーザーがどんどんプレイして、あの遊ぶと。で、高得点取りたい人は、自分が1位になると、ずっと自分のスコアがビートされるまで、まあ、わずかな金額ですけどね、1円とかそういうのがどんどんその、もらえると。これ、こういう、エレクトロニックキャッシュですから、ビットコインは。超少額の、送金が世界中でリアルタイムにできるっていう、そういう視点で、作られたわけですけれども、それの、典型的な例なんですね。で、これ、応用して考えると、今まで特殊な才能を持った世界中の人が、誰かが特殊なゲームを使ったら、すごく上手にできるとかっていうことで、世界中の才能を持った人たちを発掘できるっていう可能性が見えてくると。例えばもうすでにゲームとかあるんですけど、その国旗を見てパッとこの国旗の柄が出て、それをどの国の国旗かっていうのをパッと当てるっていうゲームとかもあるんですけど、そうすると国旗を覚えてる子がすぐに頭角を現すんですよ。で、僕みたいななんちゃっての素人がやると絶対勝てないですね。だからそういうふうに お題は何でもいいんですよ、ゲームだから。今のところはシンプルなゲームですけれども、そういうゲーム を作る方は作る方で面白ければみんながやるし、で、その才能が特殊な才能であればあるほど、自分に向いてればその上位にいけるっていう、そういう非常に面白いビジネスモデルなんです。じゃあこの構造的な肝は、そのゲームに課金するっていう層が 何人ぐらいいるかっていうところで、そのゲームのパイが多分決まると思うので、そこを突破クリアしたゲームであれば、あと上位のランカーが競うっていう構造もないと多分成立しないと思うんですけど、この2つの要求を満たしたのであれば、そのある意味そのクラロワ、今のクラロワみたいな、ああいうそのトップランカーでみんなお金も払ってみたいな、で、そのイベントの賞金がある程度その上位であれば取れるみたいなのができるって感じなんですかね。そうですね。それとそのこれはその、ギャンブルでは、正確に言うとギャンブルではなくて、ギャンブルだとランダムな人が取るじゃないですか。その場合だと規制もギャンブル規制になっちゃうんで、結構ややこしい。そうですね、引っかかっちゃいますよね。そう、なのであくまでスキルベースゲームで、ユーザーは1回1回1円とか10円か100円、一番高いのは今100円なんですけども、1回100円っていうのをキャッシュで払うから、サイト側もお客さんのお金を持たないっていうこと。都度払いでその場で。そうなるほど。だからこれの肝はやっぱりその一強、誰かがその最強のプレイヤーがいた場合、誰も参加しなくなるっていうその肝があるので、そうそこだけケアできればって感じですよね。そうですね。それはそのやっぱりもうやり始めて1年弱ぐらい経ってるんで、そのやりながら、例えば3ヶ月に1回リセットしますとか、そういうようなことも考えたりもしてるんですね。運用側のそのさじ加減というか、その運用がどうその持っていくかっていうところは結構肝になってくる。そしてすいません、矢野さんが多分すごい質問、すごいこの今のこの場を覆すような質問来ると思うんで、ちょっと矢野さんどうでしょう。そういうわけじゃないですけど、マイクロペイメントだから結構配れると思うけど、総取りじゃないけど上位何位までがもらえるんですか、そういうの。上位ですね、上位10位。上位100位だったかな、今。100位まで。ああ、なるほど。だからその上位100位が例えば月間10万とか取れるんだったら、まだなんかその、10万になる見込みがあるのであれば、規模的にあれかもですけど、上位100位が100円とかになってくると、ちょっとあれかもしれないですね。でもなんかあれですよね、例えばなんかストリートファイターとかなんか分かんないけど、ゲームがあってやるんじゃなくて、さっき言ったみたいに、その旗を選別するとか、細かい、細かいそのカジノディーラーみたいなのがあって、それでこうランダムに動いて上位10位ぐらいでマイクロペイメントでこう流れるっていうような感じ
なんでいいのかな、ランダムだとギャンブルになっちゃうから。ああ、そういうことか。ですね。だからランダム要素は排除しなきゃいけないってことですよね、うん。そうです、そうです。規制がややこしくなるって。ああ、ちょっと理解します。ありがとうございます。これは。それで、これ、一応、ビジネスモデル特許は申請してるらしくて、ただ、それが、その、まあ、ビジネスモデル特許が成立するかどうかは、まあ、ちょっとわからないですけど、そのアイディア全体に対しては新規性があるんですけども、その自分のスコアより上の人にリアルタイムで払いますっていうだけで、そのユニークであるっていうことが認められて、特許になるか、成立するかどうかはまだわからないです。まあ、なんかそのよくあるのは参加料を集めてその賞金配るみたいなランキングイベントのそのタイムラグをずらしたっていうだけじゃんって言われたら多分取れないって感じですよね。そうですね。まあ、だから1回1回入場っていうかやるプレイするには1回1回だから参加費払わなきゃいけないってことですよね。そうですね。だからちょうどゲームをプレイするのに100円、まあ、ゲームセンターでプレイするのに100円入れるっていう、のと一緒なんです。一緒ってことですね。それをオンラインでオンラインでやって、そのディストリビューションが100人分を、手数料が今 0.0001 円ぐらいなんで、その100人分にも、ほとんど手数料無視できるぐらいに送れるからできるんですね。だから単純に言ったらそのテラセンというか、あの馬台出して馬台にを人に配るから、ギャンブル性がないっていう考えでいいんですよね。だから自分より上手な人に対して、まあ上納してるから、ユーザーが直接ですね。でそれをだから均等じゃないけど、上位 1番目から10番目まで配るからギャンブル性がないってことですか。そう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 、それでゲームそのものがスキルベースだからっていうことです、ね。ああでもいいですか。それあそしたらあどうでしょう、このなんか会長今ちょっと一言喋りすぎたそうな雰囲気出してましたけど、会長なんかもう実際それやってるとこがあるんだ、そういうの。やってます、やってます。あまたじゃあそれのなんかそれをしまたちょっと俺見てみたいからさ、なんか、はい、後でリンクでも送っといてねと思って。ああそうです、はい、ああ見てみたいですね自分も、うん、あ一応これ解説したブログを書いてるんで、うん、あの送っておきます。DM ちゃうね。はい。だから会長のところにあれですね、DM が先ほどのね、ミユさんの DM と、あとはその、この、DM がたくさん、あ、じゃあごめんなさい、南国さん先ほど質問途中だったんで、お願いします。なんかその、参加者がお金を払うっていうのを聞いて、なんか参加料が多くて、世界のマーケットっていったら、なんかダーツライブ社とか、フェニックス社みたいな、ダーツの、なんていうんですか、通信の機会を想定したんですけど、ああいうところと契約とかもされてる感じなんですか、そういうわけ。あ、そうですね。今、まあ僕はまあ個人投資家で、いろいろそういうスタートアップにも、まあちょこっとずつ、投資、出資してるんですけど、まあこの会社については、特にその利害関係はない。まあ、お友達っていう感じですよ。あ、まあ、何回もいろんなコンフェレンスで会ってる。なるほど。あ、わかりました。すみません。じゃちょっと参考にしてみます。ちょっと、俺が直接わかんないとこはもう、シャンに聞きながら。はい。ありがとうね。だから、会長あれですね、このリンク来たやつを今度そのまま、そのね、社員の方の分かりそうな人に飛ばして。そう、飛ばして、あとよろしくっていう。あと会長結論見てないですね、これね。だから会長、さっき。一応、その、私、DMM3、Web3。Web3 の、事業開発、事業責任者のアドバイザーとして一応応募させていただいたんですが、ちょっといろいろあったのか知らないんですけど、ちょっと、お断りはされましたけれど。ああ、そうなんだ。はい、いろいろダメ出ししすぎたかもっていう思っちゃうんですけど。本当に。いやいや。いやまあ、ちょっと待って。そこは聞いておきます、今度。まあでもなんかそのあたり多分会長がそのね、現場に入ってゴリゴリやるって言われると、多分現場の中でまた意思決定フローだとかいろいろな方法があると思いますので、はい、って感じですかね。いやだから もう一つビジネスモデルありますけど、もしよかったらお話しますけど、時間があれでしたらまたあれですか。どうでしょうか、会長的な時間は今日はあれですか。
まあウルス君に仕切りを任せるよ。いや僕はちょっと会社僕に任せない。僕あのいいって言うとその、まあ明日もまた朝6時からやるんですけど、あのいいって言われて普通に 6時までやるので一応会長の時間に合わせますので。じゃああと10分ぐらいで終われるような感じでしょ。わかりました。じゃあもう一つは、まあ、ソーシャルメディアで twitch.com っていう会社で、まあ、ちょっとそのTwitter と、Twitch をちょっと混ぜたような名前に、まあ、してるんですけども、うん、で Twitter と、まあ、基本的には同じような感じなんですけれども、非常に違うのは、一個一個の、まあ、ツイートがですね、まあ、ブロックチェーンに記載されるので1回のツイートが、まあ、1円とか2円とかかかるんですよ。で、これが、まあ、ビットコインの特性で、まあ、基本的には消せないじゃないですか。だから、うん、そうなると消せないとなると、そういう、まあ、ツイッターとか、まあ、誹謗中傷のメカニズムとか、結局あれはその加盟で、まあ、加盟でもいいんですけれども、結局ただでその何でもかんでも言えちゃうっていうところに、まあ、重大な問題があるじゃないですか、うん、なので誹謗中傷はをその少なく、まあ、完全に なくなりはしないんですけれども、誹謗中傷をその、まあ、なくすには一つは消せないっていうことが一つと、だから発言に責任を持つっていうことですよね、発言者が。それは加盟でもいいんですけれども、ともう一つは1回1円とか、まあ、テキストに対して、まあ、かかるということで、結局誹謗中傷する人って1人がなとか、もうボットとかが1人で何百とか何千とかってやるわけで、まあ、100万ツイートとかをボットがやれば100万円かかりますよということで、そのゲームインセンティブ的にその誹謗中傷を減らすという仕組みになってます。でこれは、まあ、ビットコインならではの仕組みなんですよね。 でもちろんフォローをするとか、まあ、ライクをするとかっていうことに対して 1円、だいたい1回1円ぐらいがかかるんですね。それで最近ようやくその日本の方もあの増えてきまして、その地下アイドルとかあのコスプレやってる子とかが最近若い子が入ってきまして、でまあそういう子が、日本の子がこうイエーイってやってると海外の仲間たちもあのやってくれるんで、それで1回、まあ、300円、30人ぐらいがライクしてくれたら300円になってよかったとかいう、まあ、そういう感じになってきてるんですけどね。なのでその、まあ、インターネットそのものの重大な問題は、そのトランザクション、情報に対するそのアカウンタビリティっていうか、その値段がついてないっていうことと責任を取らないっていうことじゃないですか。それを解決するために実はビットコインは生まれまして、情報に対して値段をつける、発言に対して基本的には消せなくなる。なのでこのアプリもそのインターフェース上は あの隠すことはできるんですね。その不適切なことがあれば、そのアドミがそのトランザクションを隠すことはできるんですけども、一旦刻まれると、トランザクション番号を追っていけば、ちょっと簡単には消せなくなるんですけどね。そのビットコインマイナーが情報を持ってるから、データを持ってるから。ただそのプレッシャーがあったら、その誹謗中傷を組織的にやるっていうことになったらお金もかかるし、後で追っかけられるから、やっぱりそこでその経済的インセンティブが働くっていう。つまりそのインターネットをリアルなあの社会に近づけて、もっと安全にするっていうことなんですよね。リアルな世界だったら初めて会ってもその相手を面と向かってその罵倒はしないじゃないですか。それをそのインターネットに、の世界に持ってくるっていうことが、これが実はビットコインの目的なんですよ。なんていうサービスだって？それは twitch.com。 twitch.com、はい、もしよろしければそのサービスを上に貼っていただけると、その一応これ録音状況になっているので、あの後で上に貼ったものは一番最後の時間タイムラインまで
移動すれば多分見れるようになってると思いますので、これちょっと教えてもらいたいんですけど、うんうん、はい、まあ、1ツイートみたいな感じで1ベットするのにビットコインとかでマイクロペイメントで、で、うん、なんか他の人に配ったりとかは分かるんですけど、うん、すみません、はい、ちょっと素人なんで教えてもらいたいですけど、ブロックチェーンに刻むっていう時にビットコインでできるんですか、これは。スマホでできますよ。あ、できる、あ、可能なんですか、ね、仕組み上はなんかいろいろできるんじゃないですかね、まあ、ビットコインっていうのはビットコインネットワークなので分散型データベースなので、うん、そのビットコインっていうそのお金キャッシュとしてのその役割っていうのは、まあ、アプリでいうとOS がまあ iOS だったら iOS がビットコインネットワークで、その OS の上に最初に乗っかるアプリがお金としての用途なんですよ。それがビットコイン。ちょっと本当はデータに刻む チケットなんですよ。へ、あ、つるってと、じゃあビットコインじゃなくても、まあ、スマホじゃなくても、だから USDC とか他の、コインとかでも可能だってことですよね。だから、ね、やろうと思えばってことですか。いや、それは、それじゃちょっとダメなんです。ビットコインじゃ、ビットコインじゃダメなんですね。そうですね。ああ、わかりました。すみません。あるよね。すみません。まあでもこのあたりはその多分ビットコインをそうですね。ちょっとわかんない。した経済圏ありつつも結局なんかポリゴンとかソラナとかね、他のコインで、もしかしたこれはちょっとあれか、まあもしかしたら DMM コインみたいな、なんかそういうのも今後ね、もしかしたらね、局面によって出る可能性もあるので、これはどういう座組になるか分かりませんけど、まあでもそのプレイトゥアーンしかりの、その何ですか、何かを行動してお金に換えるみたいな仕組みは、まあ今いろんなところが実験中っていうステータスだと思うので、まあその中の一つっていう感じの認識で合ってますかね。まあなんとかチェーンとかなんとかコインとかっていうのは、うん、結局そのまあ、まあ一言で言うと、うん、楽に資金調達をしたいっていう、そこにモチベーションがまずあるわけですよ。あ、やっぱそっちなんですね。うん、なるほどですね。なので、このチェーンはダメだとか、ここは動かないから、僕はなんとかチェーンを作って、なんとかコインを発行しますっていうと、うん、そうすると、ああ、そうなのかって言って、みんなをこう煙に巻くわけですね。でもあれも結局その、まあ、ちょっと録音のところであれですけど、まあ、マネロンだとか、少しその、結局よくわからないし、この間の FTX の話しかり、なんというか、結局その、あれですよね、本当に生き残るのはどこだっていうところになってくると、まだまだ毎回わからない状況が続いてるので。っていうふうに言うんですよ。だから、わからないから、僕らは、今度こそこのネットワークがいいですとかっていうわけです。まあまあまあ、そうですよ。そうですよね。まあまあ、でもその辺になると、ちょっとまあ僕も長いんで、いろいろもう、まあ何せ僕ガチのビットコインナーでですから。ああ、ですよね。だから僕もなんか、まあ一応お友達に、ひださんっていう、その、はいはい、ブロックチェーンの会社やられてる方いらっしゃるんですけど、そうそう。で、日田さんとも今朝、1、2時間ぐらいその激論をいろんな、海外のそのいろんな方と含めて話してたんですけど、だから結局、だからその、今の、でもやっぱブロックチェーンは僕、そのお金を集めるツールじゃなくて、まあ基本的にはその世界を変えうる、機能だと思うんですよ。なので、まあそういったところで。そうですよ。今、ゲームとかアプリについては今までできなかった、先ほど述べたような、私が説明したような、うん、今までできなかった、うん、そのビジネスやゲームができて、で新しい、うん、今まで参加できなかった、うん、その国とかの人たちが新たに、うん、経済に、うん、インクルーシブになっていくっていうところを、まあ、目指すわけで、うん、うん、まあそうですよね。なので結局その社会をより良くするっていう機能の一つだと思うので、そうです、まあ、だからそこで、だからまあ僕も個人で詐欺撲滅とか以前、まあ、今はちょっとやってるんですけど、結局なんかその人がたくさん集まって、しかもお金も集まって、しかもでもカオスみたいな時にはこの、まあ言うたらちょっとそういうね、悪いことをしようという人が集まるので、まあ、なのでそこにこうなんつうか、自分のお金を投資するときはやっぱ結局自分の頭で考えたりとか思考できないと、結局のところね、
盗まれちゃったりもするので、まあ、なのでこう、まあ、基本的に最終的にはまあ自分の頭で考えていかにこう携わっていくかっていうところが今何ですか、まあ、日本だけじゃなくて世界的には結構この Web3 界隈では求められてるのかなって気もしてますけど、いやいや、そうですね、あ、いやってこと、こういう結構真面目な真っ当なことを言ってると、はい、ずっと冷や飯を食わされてるんですけど、ね、まあでも今日ちょっと2023年なんで、皆さんにちょっと興味持っていただけたらなと思って、うん、亀山会長にもちょっといやいや、お話しさせていただきまして、いやありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうございます、いやいや、ありがとうございます。あ、そして、ちょっと俺も難しく聞いていかなかったとか、あとで聞きに聞いとくわ、また。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。いやいや、そしたら会長、あの、